茨城県道197号、戸崎のぼる稲吉線、霞ヶ浦市鴨茨,茨城県道197号、戸崎のぼる稲吉線は、茨城県霞ヶ浦市内の一般県道である。霞ヶ浦湖岸に近い、霞ヶ浦市鴨を起点に、土浦市の JR 常磐線、神田寺駅前を経由して、霞ヶ浦市場稲吉を終点とする延長約 13km の路線。 ルートは、霞ヶ浦市の中西部を、ほぼ南北に縦断する。1959年10月14日、新たな県道として、新井張郡出島村大技、戸崎を起点とし、新井張郡千代田村大技上稲吉を終点とする、区間を本路線とする県道、戸崎登る稲吉線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号197となり、現在に至る、福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、 当該道路の車道の福音のものにあっては、当該道路の路面の福音から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないものでなければならない。ありがとうございます。